夫婦関係を壊してしてまうそして夫婦に与えられた神様の祝福を破壊してしまうそのような罪というのがこの性的な罪な罪わけですで私のカウンセリングの中でもさまざまな形でこのような性的な罪があって、まあ、痛みを抱えそしてあの、まあ、多くの場合は奥さんが えー、苦しむ、まあ、ご主人の性的な罪によって、奥さんが苦しむというあのご相談が多いわけですね。でそれについて、今回は少し、えー、お話をしていきたいと思います。いつものように、三つの点でお話をしていきます。一、えー、点目は、えー、性生活は祝福ということで、二点目が、えー、性的な罪の特殊性ということで、三点目は。 体は主のものということでお話をしていきます。1点目ですけど「生生活は祝福」ということで信玄の5章の18節にはこのようにあります。あなたたのの泉を祝福されたものとしあなたの若い時の妻とと喜び楽しめということでこれはですねあのこの続きを読むとまああの「 彼女の乳房とかそういう性的な肉体的なことを語っている箇所だということがわかるわけです。で神様はこの夫婦の性の関係というのを祝福というふうに言われてこの泉というふうに表現されるわけですね。ですので渇きを潤すもの そしてまあ孤独を癒すものというふうに言っていいと思うんですがまあ夫と妻がまあ性的にまあ肉体的に結ばれる時にまあそれは神様の祝福としてまあこの地上の,あの苦労の多いまあ苦しみの多いえまあ生活の中で潤いを与えるものまあ力づけるものなんだということがわかるわけです。 しかし、二、まあ、点目ですけど、えー、性的な罪の特殊性ということで、えー、このように書かれています。コリント人への手紙第一の六章の十八節。不貧困を避けなさい。人が犯す罪は、すべて、体の外のものです。しかし、不貧困を行う者は、自分の体に対して罪を犯すのです。 というふうふにありますこれがですね進化薬の第3版ですね今お見せした、えー、で、えー、この今の2017年版ですと,、えー、とこのように書かれていますすいません「みだらな行いを避けなさい」人が犯す罪はすべて体の外のものです しかし「みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです」ということで「みだらな行い」というえ訳語が当てられてますね。これ「ポルネイヤ」というギリシャ語ですから「あのまあ、ポルノ」ということは、まあ、そこから来ているというふうに理解することができるわけですね。でこの聖書が言っている「みだらな行いを避けなさい」ということを。 なんですが、えっと、これは何を指しているのかというと、まあ、夫婦関係の祝福の外にある性的な関わりは全て、まあ、このポルネイヤまあですで、えー、まあ具体的な例を挙げると、まあ、そのポルノの主張、まあ、それを見たりとかあとはまあ風俗というもの えー、そして、えーまあ、風俗に近いようなですねまああ淫、まあ、らな、まあ、女性がいるお店に行くことであるとか、まあ、そういったことも含まれます。そして、えーまあ、実際に、えー、その他のまあ女性と性的な関係を肉体関係を持つこと、まあ、それ他のあの いわゆる商売人っていう人ではない普通の人で奥さんではない女性と性的な関係を持つということですね。でここで言われている性的な罪の特殊性ということなんですけどこれ他の罪と違うというふうに聖書は言うわけですね。人が犯す罪は全て体の外のもの外もなんだということですね。 でしかし、まあ、このみだらな行い不貧困を行うものは自分の体に対して罪を犯すの,だと犯すのですとあるので、えっと、他のどんな罪とも違うということなんですよね。でそれは何かっていうとあの、まあ、これうまく言葉で説明できないんですけれど。あの <laughs> 私たちはその性的な罪ということを聞くときにすごくまあ心が乱されるというかまあそういうことがあるわけなんですよね。でそれはまあ人間の尊厳を傷つける、まあ、きれいなものを汚すというふうにまあ言っていいと思いますね。ですからあの非常にあの破壊的な効果があるということなんですよね。 でこれはあの、まあ、私はあのカウンセリングをしていて実際に奥さんたちから聞くことですけれどもう本当に気持ち悪いいととうこなんですね。自分のご主人が他の女性と関係を持ったもしくはポルノを見てスターベーションをしているとかそういうことに対して本当に気持ち悪いということなんですよね。 でなぜそういうことが起こるかっていうと、まあ、聖書はあの夫婦の関係っていうのは一体なんだというふうに教えているわけですね。つまりご主人が自分の体をけがすっていうことは奥さんの体もけがしていることになるというわけなんですね。ですからあ,のあらゆる罪の中で、まあ、最もあの。 ダメージが大きい罪ということができるわけですね。それと同時にあの表に出てこないのであのなんてこう進進行がわかりづらいっていうかその進んで進み具合ということですね。だからあのものすごくあの隠れたところでこう 悪化しやすいといとうかこのだだすい罪だととうことがでできるわけですねだから性的なことというのは、まあ、そういう意味であのタブーになっているでタブーになっているからこそ、まあ、隠避っていうんでしょうかね隠れたところでどんどんエスカレートしやすく、まあ、冒涜的なものになってしまうということなんですね。 だから旧約聖書とかを見ると、まあ、そのイスラエルの民が、まあ、偶像礼拝に本当の神様ではなくて異教の神に仕えることを隠、まあ、行を行う会員を行う、まあ、今でいうところの,あの不倫であるとか浮気を行うことと全く同じだというふうにあの語られているわけですね。ですからあの まあ、も最もそのダメージが大きいことなのでこうなんて言うんでしょうねそれに対する抵抗感っていうのも非常に大きい、まあ、良心の呵責が大きいというふうに言ってもいいわけですね。ですからエペソ書なんかを見るとそのだんだんあの酒によってはいけませんとそこには法刀があるからですということでまず酒で 自分自身の,その善悪の感覚というか良心を鈍くしてからその法刀まあ法灯というのはこの隠行もみダらな行いも含まれていますのであのそういうことがあるわけなんですよね。ですから具体的にあの私がカウンセリングの中で聞くことは酔ってまあ風俗に行ったとか酔ってそ,のそういう女性のいるお店に行ってみダらな行いをしたとかっていうこと。 がよく聞かれますし、その酔うことによって自分の感覚を麻痺させて、そしてあの欲望。まあ、情欲に身を委ねるということになるわけですね。ですから、この性的な罪というのは本当に気をつけなければいけないという。まあ、若い時の情欲を避けなさいと。伝道者であるテモテに、パウロは語ったりしていることなので、あの、本当に危険なんですよね。 で、あの、男性は特に、その、性的な衝動っていうのを、あの、神様から与えられています。で、それは、正しく使えば奥さんを愛し、奥さんを大切にするということになるわけですけれど、その自己中心の思いに支配されてしまうと、自分の欲望のために女性を使うということになってしまうわけなんですよね。ですから、本当にその、恐ろしい罪なんだ。 とということなんですで男性は常にそのような誘惑にあっているということですね私も例外ではないです。そういう意味であの常に不貧困を避けるように気をつけないといけないということなんですよね。ですからあの、うん 不貧困を避けるためみだらな行いを避けるために結婚しなさいと第一コリントの7章ですねこの後に出てきますけどそのようなことが言われるほどその強い力強い誘惑なんだということなんですね。はい、ということで性的な罪というのは特殊な罪で他の罪とはあの区別されて特別に避けなければならないものだということをお話ししました。 そして3点目ですね。体は主のものということで、これも続けてですけど、六章の19節、第一コリントですね。あなた方の体は、あなた方のうちに住まわれる、住まれる、神から受けた精霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかとありますえ。私たちの体は、 神様のものなんだというふうに、えー、聖書を教えているわけですね。でクリスチャンであれば、まあ、それはもう本当によくわかるわけです。イエス・キリストが私たちのために身代わりに十字架で死なれ三日目によみがえられた、まあ、そのことによって私たちは罪許されて永遠の命をいただく新しく生まれて神の子供となるんだ ということを知っている者たちにとっては、まあ、自分の体は神様のものなんだ、イエス様のものなんだっていうことがよくわかるわけですね。で、そういう意味で、あの、そしてまクリスチャンじゃない方にとっては、まあ、自分の体は神様がくださったもので、まあ、それを正しく管理する、まあ、これは両親に訴えてあの良い心ですね。両親に聞けばわかることですけど、自分の体は大切にしなければならない。 まあきれいにしておかなければならないということがわかるわけなんですよね。で、この性的な罪を避けるというのはなかそういう意味で考え方が変わらないとあの避けられないんですよね。これダメなんだ、これいけないんだ、いけないんだって思ってると余計そこに心が惹かれてしまうということがあるわけです。ですからあのこの性的な罪を あの避けるもしくは、まあ、心を清めるためには私たちの、まあ、パラダイムって言いますけど、まあ、価値観観世界がが変わわるる必要があるわけですああ自分の体が自分のものだと思っていれば、まあ、自分の欲望を満たすために、まあ、生きてしまうわけですね。ですけれど、まあ、神様からいただいたもので、まあ、預かっているもの。 そして、それを清く保つということがあの大切なんだということを考えると、あの神様を愛する思い、そしてまあ、隣人ですよね。まあ、この場合は奥さんですけれど、奥さんを傷つけてはいけないんだって。奥さんを悲しませないんだっていうことを考えると、まあ、この誘惑に対してまあ、自分の心を守るという動機が与えられてくるわけなんですね。 ですから、自己中心の罪にとらわれてしまう時、まあ、そのような思いにとらわれてしまう時私たちは誘惑に対して非常に弱くなりますけれど、まあ、愛する思い神を愛し隣人を自分自身のように愛するでこの場合の隣人というのは、まあ、奥さんでありそしてお子さんがいらっしゃればお子さんたち奥さんのためにお子さんたちのために そして何よりも私たちを買い取ってくださったイエス様のために自分自身を清く保つそのような動機が与えられる時に私たちはこの誘惑に対して何て言うんでしょうね避けることができるようになるそして自分自身を清く保つことができるように徐々に作り変えられていくということができると思うんですね。ですからあの いろんな、まあ、性的なあの力っていうのは本当に強いものなので、まあ、よく用いれば神様のデザイン通りに用いれば、まあ、夫婦の絆を強め愛し合う関係を育む、まあ、祝福として用いることができるわけですけれど、まあ、それを間違った方法で用いるとあの破壊してしまうということなんですね。 まあ、例えて言えば、まあ、車というのは、まあ、私たちの生活をとても便利にしてくれてすすごくあの助けになるものですよね、まあ。私たちもあの家族で実家あの家内の夏への実家に行く時山梨に行く時は、まあ、2時間ぐらいかけて家族で楽しいあの時間を車の中でねあのおしゃべりしながら <laughs> 行くわけでそして ね、愛するあの親族とか家族に会えるっていうことで、まあ、車というのはとても大きなあの便利なものなわけですね。ですけれどそれを間違って、まあ、ある意味酔って運転してしまって人を殺してしまう人を引いてしまうっていうこともありうるわけなんですね。まあ、そ,れにあのそれよりももっとあのもっとというかあのそのようなあの意味で、まあ、性的な関係 まあこの生というものは非常に大きな祝福にもなりうるし非常に大きな苦しみともなりうるものなんだということだから本当に神様の言葉に照らされてその正しい平安の道を選んでいくことが必要なんだということを覚えていただきたいと思いますはいえー この番組の概要欄に私がご提供している夫婦関係修復・離婚回避の無料の動画講座のご案内が載せてあります。またすぐにあの相談したい、困っているという方がおられましたら私のお試しカウンセリングのご案内も載せてありますので興味のある方はご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。